パウル・フェリックス・はインガルトナー・エイドラー・フォン・ミュンツベルク1942年5月7日、ビンター・トゥールは、指揮者、作曲家。バインガルトナー・エイドラー・フォン・ミュンツベルク家は、低地オーストリア出身で1820年に、フランツ一世から、貴族の称号を賜った家系。4歳の時に、父親の死去により、一家と共に、グラーツに移る。グラーツ時代から、 音楽の勉強をはじめ、音楽評論家、エドゥアルト・ハンスリーックの地域を得て、1881年に、ハンスリーックの推薦で、ライプツィヒ大学に入学。はじめは哲学を専攻するが、ほどなく、音楽に身を投じグラーツ、ライプツィヒ、バイマルの各音楽院で学んだ。バイマルでは、フランツリストの弟子となった。1882年には、 リストの推挙を受け、彼の作品を上演する機会に恵まれたが、安定した生活を求めて作曲家から指揮者に転じた。1885年に、ケーニヒスベルク、ついで、ダンツヒ、ハンブルクの各歌劇場の指揮者となる。1889年に、マンハイム国民劇場のホーフカペルマイスター。1891年には、 ベルリン宮廷歌劇場の主席指揮者となり、1898年まで勤めた。1908年には、グスタフ・マーラーの後任として、ウィーン宮廷歌劇場と、ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任した。その間1906年に、古典公共曲の演奏のための助言位置、ベートーベンを出版する。 歌劇場の方は3年で辞任したが、ウィーンフィルの常任は1922年まで続いた。途中、1919年には、ウィーンフォルクス・オーパーの音楽監督も兼ねた。ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団とは、海外ツアーを何度かを行い、第一次世界大戦中はスイスを、戦後はチェコスロバキアを、そして1922年には、南米大陸を訪れた。 特に南米ツアーは財政的にも成功したため、オーケストラは1923年にも再び招待されたが、1922年のツアーで周囲とのトラブルを引き起こしたワインガルトナーは、その際招待されず、ワインガルトナーのライバルと目されていたリハルト・シュトラウスが指揮者として招かれた。オーケストラはこのツアーを引き受けるべきか否かで分断し、 当時の楽団長であったアロイス・マルクルは、ワインガルトナーを支持し、招待を断るべきだとしたが、財政上の理由から結局はツアーを決行することとなり、マルクルは辞任した。なお、このツアーにおいては想定したほどの収益は上がらず、さらには、オーケストラのメンバー3名がツアー中に死去してしまった。その結果、1927年にワインガルトナーは、 ウィーンフィルハーモニー還元楽団に対して、今シーズンの終わりには、コンサート指揮者の地位を降りて、バーゼルに移住し、当地の音楽学校の校長及び指揮者となると、宣言した。この宣言の背景には、リヒャルト・シュトラウスが大きな影響力を持つ中、中ウィーンフィルが登場したザルツブルク音楽祭に、指揮者として招待されなかった怒り、及びウィーンフィル自身がワインガルトナーを呼ぶよう、 努力しなかったことに対する失望、そしてブルーノ・ワルターやエーリヒクライバーなどの新人指揮者が、ウィーンフィルと共に大規模なドイツ演奏旅行を行う、中、ワインガルトナーとは1926年に、ドイツサントシとプラハ、ブダペストの海を巡る、小規模なツアーしか行われなかったことがあるとされる。ただ、後にウィーンフィルとも和解し、指揮をするようになったほか、 ザルツブルク音楽祭にも出演するようになった。1934年から1936年にはザルツブルク音楽祭にも出演した。また、1898年以降イギリスのオーケストラにしばしば客演し、南北アメリカにも単身都米での客演やウィーンフィルトのツアーで訪れている。 1937年に、朝日新聞と費用協会の招聘で、四度目の夫人で、四季の弟子でもあったカルメン・チューダーと共に来日、夫婦で信仰共学団を指揮した。ナチの勢力拡大と共に、パリに逃れ、第二次世界大戦勃発直前に、ロンドンへ向かい、最後は、ウィーン自認後定住していたスイスに戻り、 1942年5月7日に、ビンタートゥールの病院で亡くなった。弟子には、ハンス・スワロフスキー、ヨーゼフ・クリップス、シクステン・エッケルベリ、クルト・ベス、ゲオルク・ティントナーらがいる。1937年の方に一時、ワイン・ガルトナーの初レコーディングは、1910年に、自作の歌曲を、3番目の夫人でもある、ソプラノ歌手。 ルシール・マルセルの共演を得て録音したのが最初である。1923年にはオーケストラを指揮してのレコーディングを開始。以後、ワインガルトナーの残した録音は、米コロンビアに残した若干数を省くとすべて EMI からのリリースである。1999年に新生堂と東芝 EMI の企画で、 ワインガルトナーの EMI 録音をすべて網羅した24枚組の CD セットを販売したほか、現在では代表的な録音がナクソスヒストリカルやオーバスグラから異なる趣向の音質でもリリースされている。7曲の公共曲や還元楽曲、いくつかのオペラ、室内楽などが残され、公共曲や還元楽曲、室内楽曲には録音も存在する。 詩であったライネッケイや曲を演奏会で積極的に取り上げたブラームスの影響を多分に受け時代からすれば比較的明快な火星と堅固な構成に支配された作品が多数を占める現在録音されたワインガルトナーの作品のうちもだったものはバーゼル公共楽団をマルコ・レトーニャ指揮し CPO レーベルに録音した公共曲還元楽曲集である この一連の録音によって、少しずつではあるが、作曲家としての再評価がなされている。なお、下記のように来日以前からに、日本を題材とした作品も書かれている。標準ドイツ語の発音に近い、フェリ,イリックス・バインガルトナーと表記される場合もある。blkgeni.com、ハット a b c d シュトラッサー、42ページ、ab- シュトラッサー、 43ページ。A.B. シュトラッサー。63ページ。シュトラッサー。67ページ。A.B. シュトラッサー。68ページ。ヤポニシャリーベル。オーパス。45インスループによる学府。カタログ。8トラストハット ZVAB.com。ありがとうございます。